立花商会菜園部です。今日は椎茸農園という、簡単栽培のセットを買ってみました。こちらを開けていきます。このように菌床が入ってます。ビニール袋に、ホガなどで固めた菌床に、椎茸が、こういっぱいついてます。ここに袋と解説書が入ってて、この通りにやったらたくさんキノコが取れるそうです。いろんなシリーズがあるみたいです。通年取れるのは、キノコ、その椎茸、あとはやはり秋、10月ぐらいから3月ですね。で、キクラゲが6月から9月って書いてあります。はい、ではこれをちょっと開けてみます。すごいですね、これ。椎茸がもうだいぶ出てる感じです。これちょっとわからないんですけど、この安かったのはやはり、だいぶ出てきてるから安いのか、ちょっとその辺はわからないんですけども、本来もっと高いものだみたいですけど、550円でホームセンターで買いました。はい、こんな感じです。いっぱいついてます。これを一回水で表面などを汚れを洗い流して、それで部屋に置いといて、1日に1回か2回霧吹きでやると、だんだんこんな椎茸がどんどん出てくるというふうに書いてあります。1週間から10日で収穫できます。すごいですね。これは18度から25度のこれ水晶温度帯って書いてありますね。さて、これを、1日に 1、2 回霧吹きでやってみると、まあこれ相当あるので相当出てきそうです。これいろいろとこう説明書きなんかが
綺麗な写真とかで書いてあるんで、また他の種類もいろいろとやってみようと思います。以前は原木でやった動画を撮ったんですけども、今回はこの、菌床の動画を撮りました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。